皆さん、鉄分補給してますか？鉄道系バーチャル YouTuber、ヤチオ、カルサです。突然ですが、重大発表です。ヤチオ、カルサ、2年ぶりに、校内炎ができました。イェイイェイヤッホーイェイイェイヤッホー。痛い。皆さんは校内炎に悩まされたことありますか？口内炎ができる原因は栄養バランスの乱れや睡眠不足などが多いようです。しかし私八千代からさんの口内炎発生原因第1位はズバリ自分の歯で噛んでしまうことなんです。以前学校のお昼休みに白あんパンを食べていた時、何をどう間違えたのか自分の歯で口の中をガブリ、その直後にもう一回ガブリ、白あんパンをすぐに置いて保健室へ駆け込んで保健室の先生に事情を説明しましたが、保健室は病院や薬局ではないので薬は処方してくれないそうで、口の中をゆすいでねーとだけ言われました。そんな風に噛んで口内炎ができてしまうことがたびたびあります。歯並びが悪いとは思えませんし、で今回は噛んだのではなく歯磨きしている時に下の歯を磨いていて、下の歯の歯茎に歯ブラシがグサ、それから数日は違和感が残り、手鏡を見ながら下の歯をうよーって引っ張ってみると歯茎に口内炎が、こんにちは、お前かい、この痛みの原因はお前かい、私に挨拶もせず勝手に住み着いてんじゃねえよってな具合です。喋るのが辛いというほどの痛みでもありませんし、耳鼻咽喉科に行くほどの痛みでもないので薬は塗っていません。そのうち治ると思います。ただ塩せんべいを食べた時だけ口内炎に塩分が染み込んで地味に痛くなるのがしんどいです。そこまで日常生活に支障をきたすほど深刻ではないのでご安心ください。ああそうそう、ちなみに14万円のノートパソコンを買いました。約2年ぶりのノートパソコンです。 Twitter フォローとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね、バイバーイ。